皆さん今回もよろしくお願いします。今回は可愛いアベニーパファーたちのために水槽をリニューアルしました。その前編をお送りします。それではどうぞ。アベニーパファーたちは今見ていただいている映像のようにスネールやアカムシなどの生き餌が大好きで、どうしても水を汚してしまうため今回リニューアルをしました。そしてリニューアルのための水槽ですが、45センチの ADA の水槽を用意しました。 ADA の水槽は多少お値段がかかりますが、今回可愛いアベニーパファーたちのために奮発してみました。すみません、変な邪魔が入りましたが、気を取り直して紹介をしていきます。こちらの45センチ水槽の水槽のガラス面の厚みになります。そしてこちらが、水槽マットですね。 ADA のマットは結構厚みがあって、使い心地がいいです。そしてフィルターなんですが、TOTO のパーフェクトフィルターを用意しました。アベニパハたちはどうしても生き餌やアカムシが好きなため、水が汚れるのでこちらの強力なフィルターを用意しております。水替えがいらないフィルターということですが、まあゴミの掃除もするので水替えは普通にすると思います。このフィルターの特徴であるこのろ材の量を見てください。水は右から左の方に流れていきますが、ろ材が詰まっていますね。一度洗ったスポンジやろ材などをセッティングしていっております。このフィルターは水替えがいらないというフィルターですが、まあメーカーの方でもちろん実験などをしてその水替えがなくても大丈夫なように作っているとは思いますが、結局は低消の掃除などのために水を吸い上げて掃除するので、水替えはどうしても必要になってくると思います。そして照明ですが、アクロのトライアングルグローを使います。ソイルは今回初めて使いますが、水草一番サンドを使って、ヒーターは26度固定のヒーターになります。前回紹介しました水槽台に仮設置してみました。早速水洗いした水槽にソイルを入れていきます。今回は、アベニーパファーなどの生態がメインのため CO2 なども使いません。前に採取してきました石を使い、石組みがメインの水槽になります。なかなか石組みを組んでみるとどういう風に見えるのか難しいですよね。どこに置くのか迷っています。石はそんなに大きい石がなかったので、小さい石をいくつか並べて組んでいる感じです。特に接着剤などで固定はせず、隙間も結構空いているのでエビとかの避難所などにも使えると思っています。まだ、こちらに水草とかも活着していませんが、後で、こちらの石にも水草を
こう接着剤で活着させています。まあ、ある程度、石を軽くしてから、またソイルを足して石がまあ不自然に置かれている感じがしないように少し石も埋めてしまいます。まあ、一応筆で、石についたソイルを落としてみますが、そして、前使った余っていた、アマゾニアのパウダータイプのソイルも表面に、引いています。こちらは多少余っていたのでもう全部使うため全部引いてしまいました。結構石が埋もれてしまいましたが、また筆で石が見えるようにしています。そして軽く霧吹きで、水に水分を与えてから水を入れていきます。この後、水草を植栽しますので、水を満杯に入れるわけではなく多少の水を入れていることになります。結構パウダータイプの、ソイルが舞ってしまうので慎重に水を足しています。この水槽を立ち上げているときに一番楽しいのは、まあ、植栽なのかもしれないですが、こう水を入れてどん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 組み上がっていくとこはやったことある人だったら分かると思いますが楽しい作業の一つです。とりあえず、植栽する前に、フィルターも置いてみました。今植栽しているのは、外の水蓮鉢からトリミングしてきたロタラになります。外の水蓮鉢で太陽光を大量に浴びているロタラは真っ赤化になっていてものすごく元気そうです。そして前景層としては60センチ水槽でもう非常に一面に生えているヘアグラスのショートを前景層として植栽しました。あれ？これなんか切れてんの？紐ないじゃん。紐取ったの？どうじゃなかったの？捨てたの？捨てない。すみません、娘が何か言ってましたが、とりあえず植栽を終えて水を張ってみました。そしてフィルターを回してみました。石に活着させているのはミクロソリウムになります。こちらは翌日の水槽の様子になります。少し長くなりましたのでアベニーパハたちの移動などは後編でお伝えします。この動画を気に入った方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。